全世界で貿易技術の覇権争いを繰り広げる。米中が韓国に対し同時にこっちの味方をしろと全面的な圧力を加えてきている米国の反花ためファーエイ戦線への同調を求めるもので韓国企業は身動きが取れない状況に陥った。それにもかかわらず韓国政府は企業が判断すべき問題だとし対応原則も定めないまま事実上傍観しているリラクフチ・イナギオン首相が5月30日遅ればせながら外交部外務省に米中 中関係を担当する 特別組織を新設すると表明しただけで青瓦大大統領府は特に動きを見せていない米中双方の顔色を伺いながら対応を先送りし自ら中国の報復を招いたサード問題が再発しかねないとの懸念が高まっている外交関係者と IT 業界からは政府が花ため問題などについて最低限の対応原則やガイドラインを速やかに取りまとめなければ第2のサード問題を防ぐことはできないとの声が上がっている日報などは米国に 同調。 韓国政府は2016年のサード問題をめぐる制裁の際にも明確な立場を表明しない戦略的曖昧さの政策を取り予想を上回る中国の経済報復を招いた今回も同様の状況が繰り返されそうな雰囲気だ外交通商分野の専門家は韓国政府が明確な原則を定めないまま企業に責任を転嫁し毎回臨機応変式に状況を回避しようとすれば再び板挟みの状態になると警告した米国が懸念する 歯のための》 5字第5世代移動通信設備が各国の機関ネットワークにまで進出すれば情報流出の問題は現実化しかねない米国が提唱する反花ためキャンペーンに加わる国が少なくないのもそのためだしかし青瓦台は7日 5G 仕様が韓米の軍事安全保障分野に与える影響は全くないと表明しただけでそれに関する追加的な説明や見解は示さず韓国企業を混乱させている長ストシイサオ外交部元次官は競争と 対立が常態化した。 米中間の外交問題では原則一貫性論理がなければ苦しい状況が続く同盟である米国の立場を反映し基本原則を定め中国にはその原則を説明しながら要求事項を聞くという方法もあると述べた米国の主な同盟国のうち花ため制裁要求を最も忠実に受け入れたのが日本だ日本は昨年政府機関や自衛隊などの情報通信機器に花ため製品を使用することを事実上禁じたオーストラリアは安全保障 法を通信部門にも適用し花ため製品を事実上排除しニュージーランドは自国の移動通信キャリアによる花ため製品の使用を禁止した英国も通信ネットワーク構築過程で重要部品には花ための設備の使用を禁止したこれに対しフランスとドイツは花ためを 全面排除はしない方針だ。現幹部外交官は日本は米国とともに中国を牽制する狙いであり、フランスとドイツは中国との協力を放棄することはできないと判断したものだ。自国の利益に基づき基本原則を定めたと言えると指摘した。セキュリティに問題あれば、派なためを制裁との意見も、 外交部、外務省の著、余英、チョセヨン、第一時間は7日、米中対立問題への対策を話し合う、幹部会議を開いたという外交部レベルで、タスクフォースを組織する一方、毎週、第一時間が中心となる会議を開くことにした。しかし、外交部は、総合的な対応策を立てることよりも、状況のモニタリングを重視している。政府関係者は、問題の緊急性、持続性という面で、聖華大が直接扱うべきだが、対岸から火事を眺めているかのような印象だ。 成果大主導の対策会議も開かれていないと聞いていると話した一部には花たのセキュリティ問題が明らかになった場合確実に制裁を行うとの立場を表明すべきだとの主張もある米国側の要求をそのまま受け入れることは韓国企業の負担になるためひとまずトーンを抑え基本原則を表明しようという論理だソウル大国際大学院の安徳根安徳君教授は韓国政府は米中相手に花たが実際にスパイ活動を行ったという証拠が あれば制裁に同調するという原則を表明すべきだと述べた進学数限界交部次官はドイツフランスなどが立場を留保しており韓国が今すぐに米国につく必要はないただ花ため問題で韓国と米国との同盟の革新的利益が侵害されたと判断される場合には中国による報復措置を覚悟で選択を行うべきだと主張した